プジョー307は、フランスの自動車メーカー、プジョーが2001年から2008年まで生産していた乗用車である。同社の乗用車306の後継車であり、安全性の確保等の理由によりボディは大型化された。最終的には、ハッチバックの307フェリーヌ、3列7人乗りミニバンの 307SW、クーペカブリオレの 307cc の3種類が存在。 エンジンは1.6リットルと2.0リットルが搭載されたが、CC は2.0リットルのみ。CC およびフェリーヌには、チューンアップした2.0リットルエンジンを搭載した、スポーツというグレードが存在。いずれもマニュアル設定のみだが、CC ではハンドルの左右が選べた。SW には、鉱石頭上までガラスが広がるパノラミックガラスルーフを装備。 二列目以降のシートは一席単位で取り外し可能。一時ラインナップされていた307ブレークは SW と同じボディでシートが二列5人乗りのステーションワゴンでパノラミックガラスルーフは未設定だった。モータースポーツにおいては2004年の WRC よりこれまでの 206WRC から 307CC をベースとした WR カー307。 WRC にスイッチした。307WRC は、ポテンシャルの高さは見せるものの度重なるギアボックス、パワーステアリングなどの油圧系トラブルが頻発し、不審を極めた。あまりのマシントラブルの多さに当時、ワークスドライバーであったマーカス・グロンホルムは、この車には、もううんざりだと、スペシャルステージ直後のインタビューで吐き捨て,ている。2005年シーズンは、 トラブルの頻発は解決されたものの、ピレリタイヤにスイッチしたことによりタイヤの競争力不足に悩まされ、2005年を最後にワークスとしての WRC 撤退を表明したが、2005年度のワークスマシンを元としたカスタマースペック社が2006年シーズンにプライベートチームオムブプジョーノルウェー WRT からエントリーしていた。ありがとうございます。